ENHYPEN メンバー人気ランキング。 ENHYPEN とは韓国の男性7人組アイドルグループで、2020年11月30日にデビューしています。 BTS Tomorrow by Together の所属事務所であるビッグヒットと韓国音楽番組の Mnet の合同企画で、制作費約20億円をかけて行われたオーディション番組アイランドで選出された7人で結成しています。男性7人組の ENHYPEN は韓国のみならず、日本でもラジオをやったり連ドラの主題歌に起用されたりと人気です。来年2023年1月には大阪京セラドーム大阪にてワールドツアーマニフェストが開催されますね。今回は日本での投票をもとに総合的にまとめてランキングを出しました。では早速見ていきましょう。エンタメコンポコリン804。7位、ジェイク。生年月日2002年11月15日生まれの19歳、身長176センチ、血液型 O型。ファンからのコメント、アイランドの最初の方は顔立ちがはっきりしているイケメンだなと思っていただけでしたが、 ENHYPEN としてデビューしてからは以前より顔面偏差値が上がっている気がする。とにかくかっこいい。ジャパツ派です。練習生期間短い組だったのにぐんぐん成長して、プロデューサー陣も惚れ惚れさせまくってて本当にすごい。ソンフンとの仲良しペアも可愛い。美男美男で素晴らしい。6位、ジョンウォン。生年月日2004年2月9日生まれの18歳、身長176センチ、血液型 AB 型。ファンからのコメント、ジョンウォン君は歌もダンスもすごく上手で、すぐに見入ってしまいます。ダンスも歌もできて外見もとっても美少年で、まだまだ若いです。韓国アイドルでは欠かせないお肌がツルツルな陶器肌なのもかなり魅力的。 BTS の弟分に抜擢だと思います。ジョンウォンの魅力といえばやっぱり声。アイランドの最初の時はあんまり目立ってなかったけど、どんどん成長していって注目されるようになった努力家だと思う。5位、ヒスン。生年月日2001年10月15日生まれの20歳、身長181センチ、血液型 A 型。ファンからのコメント、 ENHYPEN は本当に箱推しですが、その中で誰か一人選ばれと言われたらヒスン君が思い浮かびました。まず顔が本当にイケメンですし、すごく好みにドストライクです。アイランドを見ていても自分が歌もダンスもすごくできるのに、謙虚なところがとても印象的で大好きです。ヒスン君は歌がENHYPENでずば抜けて上手くて、歌を聴くたびに思わず聴き惚れてしまいます。歌だけでなくダンスもとても上手くて、ENHYPENの圧倒的エースで、ENHYPENで自慢のセンターです。性格も落ち着いてる感じなのかなと思っていましたが、とっても天然ですごく可愛いです。私は歌もダンスも完璧なのにちょっと抜けてて、とても可愛いというギャップに惹かれました。ぜひたくさんの人にヒスン君の魅力を知ってほしいです。4位、ジェイ。2002年4月20日生まれの20歳、身長180センチ、血液型 B 型。ファンからのコメント、高身長甘い顔に加えてプロデューサーに絶賛されるほどのダンスのうまさが魅力的です。帰国子女なので語学堪能で、英語、韓国語、日本語、中国語が話せるマルチリンガル。ジェイ君から漂う育ちの良さも貴公子の雰囲気があって好きです。黒歴史王子、いい兄貴であり、独特なジェイ節でいろいろと黒歴史を番組中にも作ってきたが、憎めないキャラで誰もが彼を好きだろう。これからも更新することを願う。料理が好きで日本語も韓国人メンバーでは一番堪能そう。個人的にはジェイにリーダーになってほしい。3位、ソヌ。2003年6月24日生まれの19歳、身長175センチ、血液型 O型。 ファンからのコメント、もともと体が弱く、大きな手術をしながらも夢を諦めきれずサバイバルに参加。番組中では体が辛くても絶えず笑顔で疲れを見せない姿は一番アイドルというのを意識しているようだった。アイランド時代から常に可愛らしい笑顔と女子力を発揮していたソヌ。歌やダンスにも定評があって、可愛いのもかっこいいのもこなせるオールラウンダー。表情管理もしっかりしていて、練習期間が短いのを感じさせないし、アイランド時代はグラウンドにいる期間が長いことが不思議で仕方なかった。韓国文化の年功序列がかなり影響していたと思うけど、
可愛い系が苦手だった他メンバーにいい影響をもたらすエンハイフンには欠かせない唯一無二の存在だと思う。あざといとか言われていた時期もあったけど、ソヌの笑顔を本当に見ているとこっちも幸せになるし、マンネスのいたずらにもいつもニコニコして癒されます。 MV の演技力も素晴らしいので、ぜひ見てない人は見てください。アイランドの入場テストと初めて椅子にネームプレートを貼ってる時のリアクションも可愛すぎるのでおすすめです。2位ソンフン、2002年12月8日の生まれの19歳、身長180センチ、血液型 O 型。ファンからのコメント、もともとはフィギュアスケートの選手だったので、とても艶やかさがあるし王子様のような雰囲気があります。凛としたルックスに涼しげのある目元が魅力的だし、ダンスの綺麗さはグループナンバーワンと言っても過言ではないです。フィギュアスケートを習っていたからこそできる表情の見せ方に惹かれました。クールな表情だけでなく、爽やかで可愛い表情ができるのが魅力的です。そして1位は2期、生年月日2005年12月9日生まれの16歳、身長183センチ、血液型 O 型。ファンからのコメント、エンハイフン唯一の日本人メンバーの2期くん、ダンスがキレキレで、アイランドメンバーからもダンスといえば2期だよねみたいな感じで一目置かれていました。もともとクールな感じの日本人メンバーなのかなと思っていましたが、 SNS やオフパートで見せる可愛い等身大の少年っぽさにギャップえぐってなりました。極めつけにはフレームオンの堂々としたダンス中、ジャケットを肩からパタパタとするイケメンぷり、あれで落ちた女性は多いはず、当時14歳とは思えません。ケープにハマったことのなかった私が人生初ドボンしたのが2期こと西村力くん、当時14歳。最初からずっと彼のダンスに見とれてすごいパワーを感じて、アイランドを見て人一倍努力家であること、幼いながらに外国人に囲まれた中で奮闘し成長する姿に感動したし、アイランドにいた3ヶ月間に凄まじい成長を遂げ、バブイ2期からかっこいい2期が生まれました。日本人でこんなにダンス上手い人が韓国で頑張っているのをずっと応援したいし、枠にとらわれずにグローバルアーティストを目指し、もっともっと高みを極めてほしい、そう見守りたくなるのが2期くんです。今回は日本のファンの皆さんの投票結果、他サイトを参照にしながらまとめてみましたが、さすが日本人メンバーの2期くんは強いですね。メンバーの全員が魅力的ですので、これからも応援していきたいです。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。